写真家の北のり子です。よろしくお願いいたします。それでは作品解説の後編をさせていただきます。こちらは生きる力というタイトルをつけまして、新潟県の糸魚川市で撮影しています。長野県に天飾高原というところがあるんですけども、そこから北上すると新潟県県境に入りまして、でそこを越えると糸魚川市になります。で、糸魚川市にはすごい紛らわしくて、白い池と書いて白池というところと、もう一箇所蓮華白池というところがあって、紛らわしいんですけども、こちらは天飾山麓にある白池の森というところです。で、ご覧の通りエメラルドグリーンがとても綺麗な池なんですけども、これは5月の新緑の芽吹きの時期に行っています。で、写真では写ってないんですけども、まだ所々残雪も残っているところがありました。で、ここは天飾山とを入れても大きい風景で撮れるところでもあります。で、この一本の枯れた枯れた木を見つけまして、で、枯れた木の枝から芽吹き芽吹いてるこの姿がとても生命力を感じて撮ってみることにしました。で、この池に映り込んだこの林の部分なんですけども、その間にの画面の左側に枯れた枝を入れまして、右に空間を空けています。で、空の部分なんですけども、少しこの日はちょっと青空ではなかったんですけども、少し白い空を上のところなんですけども入れることによって奥行きを出してみました。で、こういう生命力感じられる被写体はとても絵になりますので、ぜひ皆さんも倒木のに生えた新緑などもぜひ見つけてみてください。命育むというタイトルをつけまして、栃木県の那須塩原市にある須貫沢で撮影しています。ここは2019年の台風19号によって大きな被害が出てしまい、それ以降立ち入り禁止になってしまったんですが、これを撮影したのは夏に撮影していまして、で、ここは火山の噴火によってこういう柱状節理ができておりまして、この柱状節理のこういうなカーブ、斜めのカーブがとても素敵だなと思って作品にしました。で、以前にここに訪れた時に日中もうすでにこの岩に光が当たってしまったので、後日また時間帯を変えて行っております。こういうここ水が湧き出ているので、常にこういうメタリック状に輝いているんですが、これも前編でお話ししたテカリの部分は PL フィルターを外して撮影するといいよというお話をしたんですけども、それと同じようにこれも PL フィルターを外して光の反射をうまく利用した撮影になっています。で、こういう岩にも細かい植物が成長していて、これも生命力を感じながら撮影した作品の一つになります。で、岩は動かないので、これは三脚のハイレゾショットを使ってしっかり撮影してみました。で、次こちら溢れる光というタイトルをつけまして、これは東京都の葛飾区にある水元公園というところで撮影しています。緊急事態宣言中になかなか東京都に住んでいるので撮影はなかなかできなかったんですけども、緊急事態宣言が明けて東京都民はまず都外に出ちゃいけないよと言われていたので、ウォーミングアップとして家から20キロぐらいなんですけども、ここの葛飾区にある水元公園で撮影していました。で、花菖蒲や
アジサイがこの時期とても綺麗だったんですけども、そういう撮影を終えた後にすごい中央にすごいだだっ広い広場があるんですけども、そこのそちらに行ってみたらなんか白い霧が出ていて、でその時はもうすでに太陽がかなり上の方に上がってしまったので作品はちょっと作れなかったんですけども、あこういう東京都内でも霧が出るところがあるんだっていうのがすごい感動的 でまた後日雨上がりで風がない日にそういう日に行くとこうやって霧が出やすいっていうのが分かったので行ってみました。で緊急事態宣言中やはり草刈りの人たちも草を刈ってない状態ですごい草が長靴を履いてでも結構下まで濡れちゃう感じでだったので、逆に草がこうやって伸びてることによってそこに水分が溜まって太陽が差すことによってこうやって霧がたわむ、本当に湿原に霧がたわんでいる状況で、太陽が差すことによってその霧がオレンジ色に染まってとても幻想的でした。で光が回っているのでこの木肌ももうシルエットにならずにすごい木肌の描写も綺麗に表現できているので表現できました。でまた違う日に同じ条件の時に行ってみたんですけど、今度はね草が全部刈られてしまって、多分みんな草刈りの人も活動しだしたんだと思うんですけども、草がないとやっぱりこのたわむ霧がたわむ量が違って、まあそれはそれでまた工房になったりして違う作品が撮れたんですけども、一番やっぱり雰囲気がいい作品を今回展示しています。で次こちらが神々しくというタイトルをつけまして、これは山梨県の富士河口湖町で撮影しています。富士山36には火山の噴火でできた洞窟が数箇所あるんですけども、そのうちの一つで撮影しています。で洞窟の入り口にずっと下がっていくんですけども、下がっていくと冷気が漂っていて、本当に上着をね1枚持っていかないと寒いくらいなんです。で夏の猛暑の時期は河口湖のあたりでも外気温がやっぱり30度ぐらい上がるので、その冷気とその外気温で蒸気が発生するんですけども、まあこれも運がいいとなんですけども、その蒸気が発生したところ、これはお昼ぐらいの12時から1時ぐらいの光なんですけども、光が当たることによってこういう放射状の光芒が見ることができます。で太陽はこの木に隠してるんです、木の幹に隠してるんですけども、こういう太陽を入れてしまうと白飛びしてしまうので、なるべくこういう木の幹で隠すようにしています。でこれ三脚ハイレゾを使ってるんですけども、これも霧ってすごいムラがあるので、ハイレゾショットを使うことによって多少の時間差の合成によってこういうムラのある霧を滑らかに表現できたのではないかなと思っています。で次こちらが初霜の装いというタイトルをつけまして、これは秋田県の鹿角市の八幡平の大沼で撮影しています。でこの日は氷点下まで冷え込んで、大沼の湖面から蒸気が発生していました。でその蒸気によってこういう紅葉した葉っぱに水蒸気がつきまして、多分マイナス2度ぐらいだったと思うんですけども、本当に一瞬のうちにこういう真っ白い霧氷になりまして、まあ、これはすごいとても綺麗だったんですけども、黄色いこの山並みの色は何かというと、山にやはり光が当たった状態で、これも前編の身延山の桜で説明したんですけども、こういう山のに当たった光の色をうまく少し覗かせることによって
温かみのある作品になったのではないかなと思います。で次こちらが種の響きというタイトルをつけまして、群馬県のみどり市で撮影しています。でみどり市にはあの小中大滝というあの有名な滝があるんですけども、そこに行く手前のあの橋から俯瞰して撮影してるんですけども、あの左の流れは川で、であのカーブしている流れは実はこれ何かというと魚の通り道を作るために人工的にあの作った流れで、魚道とあの呼ばれてるんですけども、その、 あの流れ、このデザイン的にあの美しい流れだなと思って撮影しています。でさらにあのこの赤いもみじが真っ赤にあの紅葉していて、あとそれをあの入れて撮影しました。であの日中は結構風が強いことがあるんですけども、これはあの早朝に撮影することによって風がなかったので三脚ハイレゾを使っています。でピントはあのこの部分に合わせてるんですけども、あの白い流れの中にもみじがすごいピタッとすごい描写されてるので、ぜひあの展示作品をあの見ていただきたいと思っています。こちらは上磯の霊月というタイトルをつけまして、茨城県の大洗町の大洗海岸で撮影しています。大洗海岸はあの岩の上にあの鳥居が乗って、あのとてもあのカメラマンには有名なあの撮影スポットなんですけども、あのあ朝日が撮れるところなので東の空に向かってるんですが、これはあの満月の日の月の入りをあの撮影しました。で満月の日はあの大潮の時と重なるので、大潮で満潮の時に重なるため、あのこの黒い岩にすごい波があの乗ってくるんですけども、さらに風が強かったりですとか、あとはあの波が高い時に撮影に行くと、もっとあの横を言えばあのこの黒い岩にあの波が乗って良かったのではないかなとあの思っています。でこの日天気予報ではもともとあんまりお天気が良くない感じだったので、ちょっと油断して撮影地にギリギリについてしまって、で駐車場からあの撮影地まで 1,2 分なんですけども、カメラをセットして歩いている時にもうあの赤い月が昇ってきまして、でそれを見たらもっと慌てちゃって、あの実はカメラに三脚をセットしてあったんですけども、それを持ちながらあのなんかどっかにつまずいたのか、すごいあの転んですっ転んでしまったんですけども、あのオリンパスのカメラはあの無事であのこの作品が撮れました。でこれギリギリあの満月の露出にあのなるべく合わせるようにあの撮影しているため、海と鳥居の部分が少し暗めになってしまったんですけども、老現像の時にシャドウを少しあの持ち上げただけで、あのこの作品があの仕上がりました。最後なんですけども、これは無限の目覚めというタイトルをつけまして、茨城県の霞ヶ浦市の三石森林公園というところで撮影しています。でここはあのすぐ駐車場の後ろ側にあの管理棟がありまして、そこがあのちょっとあの展望台になっていて、本当にお手軽撮影スポットコースなんですけども、あの雨上がりの風がない日には本当にあのほとんど霧がすごいよく、あのすごい確率で霧が発生します。逆にあの実は2日連続すごいいい条件があって、前日に行ったら今度は逆に霧が多すぎちゃって、こういう山並みがあの全部霧に覆われてしまって、あの雲海のようになってしまったので、やはりこのくらい程よいあの霧がある時があのベストではないかなと思います。でこれあの40-150 の、 あの 1.4 のテレコンをつけて、あの最大の望遠域で撮影しているんですけども、まだまだねあのこの100
今度新製品の100、400というレンズを使ったらまだまだもっと切り取りができるのではないかなと思って、今シーズンもとても楽しみにしています。これで後半の作品解説を終わります。ぜひ皆さん時間がありましたらオリンパスギャラリーの方にお立ち寄りください。お待ちしております。どうもありがとうございました。